皆様、こんにちは。ご紹介いただきました、農学生命科学研究長長の長澤と申します。本日はとてもいい天気に恵まれまして、ちょうどこの大学の正門から、この安田講堂までの間ですが、いちょうの葉っぱがちょうど絨毯になって、大学としても最も美しい季節ではないかと思います。 本日は農学生命科学研究科でこれまで取り組んできました放射能汚染に関する第5回目の研究報告会にお集まりいただきまして誠にありがとうございました昨年の11月に第1回の報告会を開催しましてそれ以来およそ3か月ごとにこの報告会を開催してきましたが 今回もまた新しく得られました未公開のデータについてご報告をいたしたいと思います。地震と津波に伴って起こりました福島第一原子力発電所の爆発事故以来 1>, 1年9か月が経過しまして、まあ、昨年に比べますといくらか落ち着いた状況になっているのではないかと思いますしかし問題がなくなったっていうわけではありませんむしろ問題が大きすぎて手がつけられないという状態かと思います農学生命科学研究科では昨年の3月の下旬から 農地、作物、家畜、水産物等に対する放射能汚染の実態と放射性物質の環境中での挙動および作物や家畜の体内での挙動についてそれぞれの専門の先生方から調査・研究活動に関して報告を行ってまいりました。 我々の調査研究活動は研究家の中におきましては西東京市の田無にあります旧附属農場あるいは茨城県の岩間にあります附属牧場それから山中湖の近くにあります付属遠州林など農学生命科学研究家の附属施設を活用して行ってまいりました。また 学外におきましては福島県農業総合センターをはじめとします福島県のいくつかの市町村と連携協力をしながら放射能汚染の実態解明と試験研究を行ってまいりましたそういう中で得られました成果の一部は私どもの野賀生命科学研究家のホームページの方に紹介をしておりますまた その内容につきましては新聞やテレビあるいは科学雑誌をはじめとします国内外のメディアを通じまして、まあ、断片的ではありますけれども紹介をしてきましたさらに詳しいデータにつきましては随時学術雑誌や学術講演会で公表をしております現在我々の研究成果を海外の出版社から世界に向かって 英語で、えー、発信するという企画を進めておりまして来年の前半にはまあ電子出版という形で、えー、出版する予定にしております、まあ、電子出版ということにしましたのは、まあ、できるだけ多くの方に無料で、えー、その記事を読んでほしいという思ったからでありますで本日は福島県農業総合センター果樹研究所の佐藤守様 にはお忙しい中ご参加をいただきまして、えー、ここにあります、後ほどお話をいただきますがあ、休眠期に汚染された落葉果樹における放射性物質の移行動態と経年減衰効果と題しまして、これまでの取り組みの一端をご紹介いただけることになっております。えー、佐藤様は原発事故以来 先頭に立って果樹関係の汚染の実態を把握してその対策を立てるということに奮闘されてきました本日ご報告をお願いすることに対しましてこの場をお借りして心から感謝申し上げる次第であります最後になりますがこの我々の活動は東京大学の救援復興支援室というのがありますがそのプロ,プロジェクトの一つとして 活動していることを申し添えたいと思いますまた我々の活動は今今後もま継続的に行っていく予定ですのでまこういう活動に引き続きご理解とご支援をお願いしたいと思いますこれをもって私からの開会の挨拶といたします最後までどうぞごゆっくりお聞きいただきたいと思います